こんにちは、ファッションクリエイターの高田智義です。本日の動画なんですけれども、最近スーツ着る機会が減ってしまったんですが、そんな中でもどうせ着るなら思いっきりかっこよくバチバチに決めたいなという気分にもなるのもまた事実で、そう思った時に、実は中に着るシャツ、ドレスシャツっていうのが自分自身が納得いくものっていうのがやっぱりなかなか見つかってなかったんですよね。ということもあって、自分自身でもう納得のいく、むちゃくちゃこだわったドレスシャツを作ろうということで、もう以前、ある工場さんに伺ってシャツを作ったんですが、その動画、工場に潜入した動画っていうのはあるんですけども、今日はもう随分時間かかってしまいましたが、ついにそのシャツが完成して、販売を開始することになりましたので、僕が思う究極のドレスシャツというのを紹介させていただきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、僕が考える究極のドレスシャツというのを紹介していきたいんですけども、僕もいろんなドレスシャツを着てきました。北のイタリアの北のフライ、それから南のボレリ、アンナマトッツォ、それからバルバとか、いろんなシャツを着て、イタリアのいろんなシャツを着てきて、フランスのシャツも着ました、英国のシャツも着ました。で、シャツにとって何が重要かっていくつかこうあると思うんですけれども、僕は当時先輩に、いいドレスシャツっていうのは着たまま寝てもストレスにならない、そういうシャツだよっていうふうに教えてもらったことがあって、確かにこう動きやすさが、ちゃんとすごくこう動きやすいシャツであれば、寝てる時に着てもストレスにならないっていうのは、確かになと思って、当時本当にそういうシャツを、いろんなシャツを着たまま寝てみたことがありました。で、やっぱりそういう時にすごく衝撃受けたのが、やっぱりボレリとフライは着て寝ても本当にストレスにならないっていうのは、やっぱり結構感動した覚えがあります。それだけ本当にこう立体的に作られてて、体に沿った作りになってるっていう、そういった素晴らしいところがあるんだなと思いました。で、結構そのボレリとフライって対照的だと思ってて、でフライ特に北のシャツ、北のメーカーなんで、端正な表情なんですよね。で、逆にボレリは南のメーカーなので、もう少しこう柔らかさがあるというか、特にこうハンドを多く、手の作業をこう多く使うというか、なんかそういった作りの差はあって、で白いシャツを唯一真っ白なまま上げてくるのはフライぐらいだって言われるぐらい、フライってそういう品質管理もすごかったし、パターンがとにかく上手で、素晴らしいこう綺麗なパターンを引くっていう風に言われてたんですね。で、そんないろんなシャツがある中で、僕が一番こうなんかなんだこのシャツって思ったシャツがあって、それが実はアンナマトッツォだったんですね。で、アンナマトッツォのシャツって他のシャツに比べて襟が極端にこうペラペラで柔らかくて、なんだろうこうカラーステイとかも入ってないし、ギャザーの使い方だったりとか、本当に女性が作るからこそできるようなブラウスのような、なんかそういった不思議なふわっとした魅力があって、それがなんかたまらなくこうエレガントに感じたんですね。で、じゃあ僕自身が究極のドレスシャツを作ろうという風になった時に、どんなシャツを作りたいかって一番最初に浮かんだのが、やっぱりそのマトッツォのふわっとした雰囲気が一番最初に頭に浮かびました。というのも、最近のこう市販されているドレスシャツって基本的には背中にダーツが入って、ウエストギュッと細くなっている、ちょっとなんだろうな、こう細すぎるって言ってもおかしくないと思うんですけど、そういうシャツばっかりなんですよね。最近のこのスーツのサイジングっていうのが、昔ちょっと前みたいにこうピタピタなフィッティングから、またクラシックな、なんだろうな、こう程よくゆとりのある適度なバランスに戻ってきている中で、この市場にあるシャツっていうのがどうもこう細すぎて、ちょっとな、これ自分の欲しいシャツ柄はいいけど、なんか欲しいのあんまりないなみたいなことがずっと続いていて、でこれはじゃあもう作ろうと、自分が欲しい、自分がかっこいいと思うシャツを作ろうと思ったのが、きっかけですね。で、そのアンナマトッツォのようなフラッとした雰囲気を生かしたシャツ で、なおかつ、現代にこう合うような、いろんな使い方ができてっていうような、そんな、わがままなシャツをこう僕が自分で作りたいなと思って、シャツのメーカーさんに相談に行きました。
で、そして誕生したのが、まあ、今僕が着ているこのシャツですね。今回僕が最初にご用意した生地っていうのが白の無地、それからこのシャンブレ、そしてリネンのチェックっていう3種類なんですけども、まあ、かなりこうそれぞれにそれぞれの良さがあるようなものをあえてチョイスをしました。まあ、こういうものがずっとワードローブにあるともう使えるんじゃないかなっていうものを選んでるんですが、まあ、生地の説明に行く前にまず形の説明、どんな形なのかっていうのを説明したいなと思います。で、実際僕が今着てるのでこの着ながら説明しちゃうんですけど、襟はこのロングポイントのレギュラーカラーです。ちょっとこうクラシックな、あのヴィンテージっぽい趣もあるようなあのロングポイントのレギュラーカラーを採用しています。まあ、なぜなんだろうな、こういうワイドとかにしなかったのかっていうと、まあ、最近の傾向もそうだし、本来のクラシックなゴージの位置を考えると、この角度とかも考えると、このレギュラーカラーっていうのが、まあ、一番かっこいいかなと、バランスもいいかなというところと、まあ、本来一番エレガントな、一番フォーマルなドレスシャツっていうのはやっぱりレギュラーカラーだよなというところで、このレギュラーカラーを採用しました。で、特徴的な部分で言うと、この随所に使ったギャザーですね、まあ、袖口、マニカカミーチャって言われるような肩からこうギャザーを入れていて、異性分量ですね、このアームホールの大きさに対して、ボディ側のアームホールの大きさに対して、この袖がそれよりも大きいものをつけるときに、こうあえてここにギャザーを作ってこうふわっと見せるというような、まあ本当にブラウス的な技法で、イタリアの南のメーカーとかは結構得意にやるものなんですけれども、まあ、このふわっとした肩の表情っていうのがすごく僕はエレガントで好きなので、この仕様を採用しました。で、また大きいこう袖をバコッとつけているので、もうこの肩をとにかく動かしやすいっていうのもすごく特徴ですね。よく結構仕立てのいいスーツ、ジャケットを着てゆとりがあるんだけれども、すごくこう運動量もあるんだけど、シャツの運動量がないせいで背中がこう突っ張っちゃうみたいなことって結構あるあるで、なんか割とこうシャツが軽視されがちかなっていうのはちょっと思ってたりもするところなんですね。で、まあ、このもちろん運動量を確保するとともに、あとはこの背中にもしっかりギャザーを入れています。で、まあ、最近ね、背中は本当にギャザーが多くて、アメリカものとかだと、プリーツ系、ボックスプリーツ系だったりするんですけど、このギャザーのふわっとした膨らみ感と、ここにこう空気が溜まる感じっていうのがやっぱりすごくエレガントでかっこいいなと思ってて、僕が結構好きなフレッド・アステアの写真があるんですけど、この写真を見てもフレッド・アステアのシャツの背中にすごくこうギャザーが美しく入ってるんですよね。なんかこの姿ってやっぱりかっこいいなっていうのがあって、もう背中も絶対ギャザーにして、このボディは少しこうゆとりがあるものをタックインしてブラウジングさせるっていうのがすごくエレガントだなと思ってこの仕様にしました。で、もちろん袖口もギャザーを入れていて、カフスはこう先細りのこう丸いカフス、結構このナポリっぽい仕様なんですけど、手口ボタン、ここのボタンですね、この手口ボタンもあえてつけてるんですけど、これを外しておくとこのギャザーで袖が膨らむんで、ここもちょっと一緒に開くんですよね。これが結構ドレスシャツの抜きどころだなと自分は思ってて、こうピシッと着てるんだけど、この手口ボタンがこうふわっと開いてるみたいなところが、こうあえて外してここに隙を作るみたいなのがすごくかっこいいなというポイントですね。なので、まあ、つけなくてもよかったんですけど、まあ、あえてつけて、それをあえて外すっていうような、なんかそういう着方をしていただけると嬉しいなというふうに思ってる部分ですね。で、それから、まあ、高級シャツにはほとんどそうなんですけど、ボタン、全部こう寝巻きをしてます。寝巻きっていうのは、ボタンをつけた、この根元の部分に糸をぐるぐるぐるって巻いて、ここに高さ出すんですね、ボタンに。で、このボタンに高さ出すことで、ボタンホールにこう通しやすい、そういう風な仕様になってます。まあ結構手間かかるんですけど、これは全てやってもらってます。で、あとは、この袖付けですね。で、基本的にシャツって
裾から脇にかけてダーッといっぺんに縫っちゃうのが普通なんですけど、まあいいドレスシャツの基本として袖を後からこうバコッとつけるような仕様です。アームホールをボディのアームホールをまず先に作ってからこの大きい袖をバコッと後から入れて一周縫ってくっつけるというような仕様ですね。まあ、その方が手間はかかるんですけど、こう人間が横を向いた時にこの脇の下って必ずしもこの真横についてるわけではなくって、やっぱりちょっとこう前に脇の下ってあるんですよね。でちゃんとそのポイントに袖の付け根が来るように、あえてずらしてつけて着心地を向上させるというようなことをしています。はい。でそれからこのガゼットもホームベース型のいわゆる結構クラシックなイタリアのシャツとかに見られる形にしていて、この脇の三つ巻きもめちゃくちゃ細く巻いてもらってますので、こうゴロつきというか脇のゴロつき感っていうのは本当に少なくなってるんじゃないかなと思っています。でそれからステッチですね。もうこの話すとキリがないんですけど、この全体シャツのこの何でしょう、雰囲気を決める結構重要なポイントとしてステッチの太さっていうのがあるんですけど、で通常18針からだいたい21針、21針って書くんですけど、でこれって3センチの間にどれだけこうステッチを入れていくかっていうような単位の、言い方なんですけど、通常ドレスシャツだいたい18から21針でかなり細かいステッチと言われているんですが、もう今回このシャツに関してはその3センチの間に24針、めちゃくちゃ細かいステッチを入れています。なのでそのステッチの当たりがすごく少なくて、で目立たないんですよね、細かいので。いやそれがまた余計にこうエレガントに見える、もう本当にブラウスっぽく見えるっていう柔らかい優しい表情を作るっていうところで、そこまで、こだわって作りました。で僕の思うそのドレスシャツのかっこよさみたいなのって、やっぱりこう空気を含む着ている人にこう直接ピタッて張り付くっていうよりは、着た人とそのシャツの間に程よくこう空気が含まれて、このふわっと見えるっていうのが僕にとっては、すごくエレガントだなと思っているところなので、やっぱり少しゆとりのあるフィッティングですね。でカップとかはもうもちろんジャストで仕上げるような作りにしてるんですけど、ボディだったりとかこの袖幅、もちろんこう袖口にかけて細くはなっていくんですけど、この二の腕だったりとかちゃんと必要な部分っていうところはある程度の余裕を持って作りました。でもちろん着丈はドレスシャツなので長くしていますので、これを出して着るっていうのはちょっとないかなっていうような長さです。なのでしっかりタックインして着ていただけるというような、そういったシャツですね。はい。でもちろん、レギュラーカラーなんでタイドアップもしていただけるんですけど、この襟も一番こう柔らかい最もソフトな芯を入れて、ほとんどなんだろうな、硬さをなくしています。で、もともと結構ドレスシャツってこのカラーステイ、プラスチック入れるようなところがあるんですけど、それももう元から入れないような仕様で外しちゃってます。結構このカラーステイ入れる、なんだろう、袋があると、襟にアイロンかけた時にそこが当たりが出ちゃったりとか、あんまり好きじゃないんで、もうどうせ外すところなので、もうそれは最初から外して、もうこの柔らかい襟を楽しんでいただけるように作っています。はい、というところまでが、僕がこだわって作ったこの究極のドレスシャツの、形の説明だったりとか、そのこだわったポイントの説明ですね。続いて生地の説明に行きたいと思うんですけども、まず僕が着ているこのシャンブレ、これは日本のシャンブレ素材を使っているんですけども、なんだろうな、こう非常に柔らかいふわっとした素材を使っています。あ、ちょっとふわっとしたっていうのもなかなか分かりづらいんですけど、結構シャンブレーってこうシャリシャリしたものとか、なんだろうな、結構粗いものだと、糸が太くて粗いものだとガサガサしてるものとかもあると思うんですけど、このシャンブレーはこの色の感じもすごくいいし、白がこう出てくる感じとかもすごくいいし、この柔らかさがすごく特徴かなと思ってて、なんかあんまりこう光沢のあるようなデニムっぽくない、そういうインディゴっぽくないシャンブレーはあんまり好きじゃなくて、やっぱりこうちゃんとインディゴ感があって、でなおかつ柔らかいっていうのがこの生地を選んだポイントで、この矢沢の膨らみとかもすごく綺麗に出るような、そういった素材を選んだのがこのインディゴのシャンブレーです。で今日こういうちょっとカジュアルにね、
合わせているんですけども、まあ、コーディネートもいくつか作っていますのでちょっと見ていただきたいんですが、まずこちら、はい、もうこれはスーツの下に着ている、まあ、いわゆるちょっとこうブリティッシュアメリカンみたいなスタイルですね。本当にジャケット&パンツもそうだし、ちょっとこうスーツをカジュアルに着るときもそうだし、シャンブレってすごく使い勝手がいいので、まあ、本当にあって損しないというか、もう絶対使うようなシャツなんじゃないかなというふうに思っています。はい、でこのタイドアップしたときなんですけど、僕も結構この形で背広散歩でスーツ着てタイドアップっていうシーンがあるんですが、そういう時にカラークリップ、この襟を挟んでここに V、タブカラーみたいにするピンがあるんですけど、そういうのを使ってアレンジをしてもすごくかっこいいんじゃないかなっていうふうに思っていて、そのアレンジは自分自身もたくさんしています。はい、で次のコーディネートがこちらですね。でこういうふうにカジュアル、思いっきりカジュアルに着ていただくのもいいんじゃないかなっていうふうに思っています。でこれチェックパンツに、まあ、僕の今日の格好にすごく似てるんですけど、まあスカーフ代わりにこういうニットを肩掛けしてみたいなスタイルもいいんじゃないかなっていうふうに感じています。で結構こういうブラウスみたいなシャツにこういうドレス、ちょっと太めのドレスパンツを履いて、足元にバレーシューズみたいなのを持ってくると、なんかこうフレッドアステアが本当に踊る時みたいな、なんかそんな雰囲気も出たりする、こうフレッドアステアみたいな雰囲気も出るんで、なんか個人的には結構好きですね。でやっぱり背中にギャザーが入ってたりするっていうのも、なんかこうまんまのそのスタイルじゃないんですけど、なんかちょっとそれ風な感じがまたかっこいいんじゃないかなと。なんかコスプレじゃないけどそれっぽくしてるみたいな、なんかそういう感じが結構好きなスタイルですね。はい、で、あと2つ生地がご用意があるんですが、はい、1つはこちらですね、リネンのチェックです。アルビニの、リネンですね。もうアルビニのリネンは世界一じゃないかなっていうふうには思っています。まあリネンの質感、素材感が最高ですよね。もうオージワしか入らないっていうふうによく言うんですけど、細かいシワシワになるようなシワっていうよりは大きいシワがザクッザクッと入っていく、なんかそれがこのリネンのすごく良さを表しているんじゃないかなっていうふうに思ってます。でこのマドラス風のチェックも、このイタリアらしい綺麗な上品な発色のチェックにこう置き換えてもらっているので、まあ、これがすごいかっこいいなっていうふうに思います。でこれもなんだろうな、今の気候だと10月ぐらいまで全然着れちゃうんじゃないかなっていうふうに思っているシャツですね。はい、でこちらもコーディネートがまずはこれです。はい、こちらもタイドアップをしているんですが、まあ、リネンのチェックっていうことでニット対応してかなりカジュアルな、コーディネートです。このシャツ以外を、まあ、ベージュ系でまとめてすごく上品なこうスタイルに仕上げているっていうのが特徴ですかね。はい、でまあこういうリネンのシャツにタイドアップってすごい洒落てるスタイルだと思うので、まあなんだろう、今クールビズでほとんど暑い時期にタイドアップする人って減っちゃってるんですけど、まあ、あえてね、こういうスタイルっていうのも今、かっこいいんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、続いてがこちらです。はい。こちらは、このシャツにもうネイビーのショーツを合わせるというスタイルですね。結構、コーディネートを組む時のポイントとして、上下の色のコントラストを強く出そうとすれば出そうとするほど、なんかスポーティーに、カジュアルになっていくかなっていうふうに個人的には思っていて、まあ、もちろんネイビースーツ、白シャツみたいなちょっと例外だと思うんですけど、結構こういうチェックの明るいシャツに対して濃い色のパンツを履くと、なんかすごくスポーティーに見えるかなっていうのが思っています。で、まあ白いパンツとかそういうのを履くと、もっとリゾートっぽい優しい、リラックスした感じにはなるんですけど、まあ都会で着るならこんな風に、ネイビーのパンツ合わせて、でさらにそのコントラストを強めるために肩にこう白いニットをかけてみたいなとか、なんかそういう合わせもかっこいいんじゃないかなっていう風に思ってます。で逆に足元には黒を持ってきて、レザーのサンダルを持ってきて、都会で合わせられる、まあ、大人のカジュアルスタイルみたいなことになるんじゃないかなという風に思っています。でまあやっぱりね、夏も長袖をこう袖まくりするっていうのはやっぱり大人はかっこいいと思うので、ぜひこういうシャツも使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。はい、そして、もう一素材シャツをご用意しているんですが、はい、こちらは、もう本当にクラシックなオックスフォードです。オックスフォード、白のオックスフォードシャツなんですけれども、実はまあオックスフォードでオックスフォードでもアメリカンシーアイランドコットンを使っているという非常に贅沢なオックスフォードです。ここにちゃんとタグもついてるんですけども、まあアメリカンシーアイランドコットン、解凍綿ですよね。
もともとシーアイランドコットンってインドのものなんですけども、インドで育つべきシーアイランドコットンのその種をアメリカに持って行って、アメリカで育ったシーアイランドコットンのことをアメリカンシーアイランドコットンっていうふうに言います。なので、まあ、品質は、まあ、ほぼほぼ同じっていうふうには言われているような、非常に繊維の細い、めちゃくちゃ滑らかな素材です。それをいわゆる定番のオックスフォードの組成で、こうやって織り上げていくっていうのは、めちゃくちゃ贅沢かなっていうふうに思っています。で、これも、オックスフォードシャツを、こうなんでしょう、ギャザーつけて、ブラウスのように仕立てたっていうところが、またすごくポイントで、こう、そやな感じっていうのが一切ないオックスフォードをこういうブラウス仕立てにすることによって、非常にこうエレガントな、まあ、オックスフォードシャツらしからぬ、まあ、オックスフォードでもやっぱりボタンダウンとかアメリカの要素がすごく強いかなと思うんですけど、それとはまた全然違う、こう光沢感のある滑らかな仕上がりになったんじゃないかなと思います。で、結構最初はこの張り感があるんですけど、これを洗っていっていただくと柔らかくなって、めちゃくちゃ気持ちいいシャツに仕上がります。まあ、この白いオックスフォードのシャツに関しては、コーディネートっていうコーディネートは、まあ、正直、まあ、何でも使えちゃうって言ったらおかしいですけど、スーツもそうだし、カジュアルもそうだし、なんかこの表情だったら、こう洗いざらしのものをスチームだけ当てて、こうなんだろうな、明らかにおかしい仕様をとって、そのままジーンズと合わせて、まあ、前ボタン2個ぐらい開けて着ちゃうっていうのとかでもすんごいかっこいいと思いますし、もちろんしっかりアイロンを当てて、でスーツの中にバシッと着ていただいてもかっこいいと思うし、もう本当に万能な使い方ができるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃこれもセクシーなシャツだなっていうふうに個人的には思っています。はい、という3つの今回は素材をご用意させていただきました。でこちらなんですけども、今日から受注販売ということで、受注をいただいてから約1ヶ月半ほどでお届けできる予定です。で、まあおそらくそれ以上伸びることはまずないと思うんですけども、まあ、念のためちょっと1ヶ月半っていう期間を設けさせていただいていますので、よろしくお願いいたします。で、リネンに関しても、まあ、今日例えば受注をいただいて7月の下旬ぐらいかなにお手元に届くような感じなんですけども、まあ、そこから8、9、10と着られるし、これが来年着られなくなるものでもないので、まあ、そのあたりはいろいろ考えていただければなというふうに思っています。まあ、白とこのシャンブレに関してはもうずっと着続けられるし、僕結構このカジュアル使い気に入っていて、この襟が大きいのも好きだし、なんかこの適度なゆとり感っていうのが、やっぱり今の時期でも結構風を通すから、風がやっぱりこう抜けていくんで、まあピタッとしたものを着ているよりは非常にこう涼しくて快適だなっていうのがあります。なので、まあこれからの季節もね、袖まくってカジュアルに着ていけたらなと思ってますし、まあスーツの下にバシッとタイトアップするときにも着れたらなというふうに考えております。はい、ということで、本日僕が考える究極のドレスシャツというものを紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。結構皆さんも思い入れのあるドレスシャツとかってあったりすると思うんですけど、なんかもしそういうのがあればコメント欄で教えていただけるとすごく嬉しいです。はい、でチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。年内に登録者数1万人を目指しておりますので、ぜひご協力いただけますと幸いです。また次の動画でよろしくお願いいたします。ありがとうございました。